皆様、こんばんは。今日は2021年1月10日日曜日です。この動画では中共のあることを皆様に報告したいと思います。アメリカの大統領選挙に関係ありますが、多分私は間違っているというふうに思います。まず、すみませんでした。謝ります。 えー、どこから始まりましょうここから始まりますが、えー、中共とですね、やはり合わせていかないとダメだというふうに思います。1949年4月春でしたが、毛沢東はあるスローガンを出しました。中共はスローガンを使って国民をコントロールすることが上手なんですね。スローガンでは、全国の反対派を消すというスローガンでした。 そして、反中共のリストを公開しました。そのリストに載せられていたのは国民党の方々でした。今の台湾の国民党です。つまりですね、あの、モータコは当時新しい政府を作りました。旧政府、あるいは旧の公務員たちを消したいんですね。 これらをやろうとして、朝鮮戦争が起きました。中共は積極的に参加しました。朝鮮、あ北朝鮮と言いますが、中国ではですね、あの、朝鮮っていうのは、まあ、北朝鮮の話ですけれども、北朝鮮を守るだと言いながら、実は国内の国民党、あるいは自分の反対派を消しました。大規模な運動がありました。 残酷的でたくさんの犠牲者は出ました。具体的な数字はないんです。中共ではですね、家族、世代ごとにもう消してしまうということですから、1955年までかかりました。約6年間かかりました。一部有名な小説家は、一部の能力、力のある方ですね、香港に逃げました。 金曜という方ですが、中国、台湾、香港では有名なんです。小説家です。金曜先生のお父さんは中国の地主でした。中共は国民を先導して地主を叩きました。先生はお父さんですね。先生のお父さんはとても優しい人でした。 地主ですが、生活の貧しい人を助けることもしました。ここではみんなお父さんを叩きたくないんです。みんなお父さんのことが好きなんです。しかし、中共はずるいですね。他の村からチンピラを探して、チンピラにお願いして、告発してもらいました。先生のお父さんの家に拳銃を隠しされていると告発しました。拳銃ですので、武器です。 やっていなくても、あるいは家にいなくても、武器を持つ、イコール攻撃する、したのと同じなんです。そして家にはですね、古い新聞はありました。中京にすれば、自分の時代になりました。もう、新しい新聞ですよね。本来は。まだ古い新聞を読むというのは違法なんです。反革命なんですね。 これで罪が確定となりました。武器を持って中共を攻撃する、そして旧の新聞を読む、まさに反確定、まあ、反革命の人間です。死刑となりましたが、そしてすぐに実行されました。ここで言いたいのは、中共は自分の国民、国民党の方に対してもとても残酷です。どうしてかと言いますと、 中共には公開できない秘密が多いからです。まだ陰謀、宣伝、詐欺で政権を取りました。中国の国民の同意、あるいは選挙はなかったんです。これでやはり安心はできないんです。うん、自信もないんです。これで全ての承認、できれば関係者を、あるいは知っているものを消したいんですね。 これが中共の DNA です。国を愛すると教育します。でもね、おかしいんですよ。恨みも教育します。例えば、日本を恨み、アメリカを恨み、韓国を恨み、台湾、香港を恨み。これらが国を恨むことで国を愛するという意味です。これはある意味、中国の内戦ということでした。しかしですね、 アメリカにも内戦はありました、えー。南北戦争でしたが、南北戦争が終わって、リンカーン大統領は言いました。我々は敵というのはいないんです。みんな同じ国の国民ですと。つまり戦争はあったんですが、実際的には犯罪者はいないんです。アメリカ、リンカーン大統領はとても素晴らしい対応でした。南北戦争はどれの原因 どれの制度をなくすかの問題で揉めていましたけれども、これで見えるのはですね、リンカーの寛大な心です。キリスト教の影響もあると思います。恨みでは問題の解決はできないんです。しかしですね、今のアメリカは違います。私はですね、宗教の赤い色を少し見えました。恨みです。恨むことです。宗教はこれなんです。 恨むことで国,国を管理します。AOC だと言いますが、彼女の名前はアレクサンドリア・オカシオ・コルテス。アメリカの下院の議員です。彼女はアメリカでボンカー大革命を起こしたいんです。民主的な政権を倒して新しい政権を取りたいです。ペロシに対しても恨んでいます。1月6日、 アメリカの議会では乱入の事件はありました。これはまだですね、結果は出ていないんです。つまり結論っていうのはないんです。これが現状です。しかし私は思いましたが、トランプの戦闘があったからだと思いました。多分違います。なぜなら結論は確かにまだないです。とにかく何もかもトランプの大統領のせいにしているというのは現状です。 動画では言いましたが、トランプ大統領は早く出てきて説明しないといけませんと。しかし、トランプ大統領にはですね、これができないんです。なぜなら、ツイッターでの発信ですらできなくなってしまいました。昨日言いましたが、ツイッターのやり方には残念です。トランプ大統領には自由の発言をする権利はあります。皆様もご存知のように、国会では バイデンは次の大統領になりますと発信されました。トランプ大統領の最後のツイッターでは言いました。やめようとみんな家に帰りましょうと言いました。そしてトランプ大統領は1月20日に権力を引き渡すをします。これからこれにします。注目していきますと言いました。ここでは私はトランプ大統領は出てきて説明した方が自分に有利ですと。 思いまし,たしかしトランプ大統領にはこれができない状態です。なぜなら孤立されてしまいました。自由な発信というのは一切できないんです。これについてはとても残念に思います。アメリカはこれなんですよね。とても残念です。あと10日間ではありますが、大統領の任期は終了となります。 でも、トランプを首にするという動きもされています。ペロシも大統領を首にしようとみんなに呼びかけています。まだ弾劾の話もあります。アメリカのメディアでは、議会での事件としては、大統領、トランプ大統領が先導したからですと、このような大統領はホワイトハウスにいてはいけませんと、そして第25条修正法案で トランプの権力を副大統領のペンスに、えー、大統領になるということですね。これはまた拒否するなら国会で大統領を、まあ、トランプ大統領を弾劾すると。私はですね、ここで気になるのは、まずツイッターの対応です。これについてはさっき言いましたが、まだ弾劾です。いろいろ調べました。まず時間を調べました。議会で 選挙人の投票の結果を統計するのは13時です。ホワイトハウスから議会まで徒歩20分かかります。当日、トランプ大統領のスピーチは予定より2時間ほど遅れていました。ホワイトハウスの外でのスピーチです。元の予定としては10時半から11時の間でした。実際的にはトランプ大統領が出てきてスピーチをしたのは 12時45分でした。ここで分かったのは、議会への乱入を先導するつもりは、もしあるならですね、予定の時間ならちょうどいいと思います。スピーチが終わって、そしてみんなで議会まで移動されて乱入すると。暴動すると。つまり、投票の統計するまでに乱入して、統計できないようにするのは目的ですよ。目的なんですね。 また、スピーチをする時間も1時間になりました。予定よりも長かったです。お2時間も遅れていて、1時間も延長というか、スピーチも時間が長かったんですね。これで実際的には、一部の方は現場から離れました。常識的に考えると、確かにトランプらしくはないですね。というのは、この時期、この日、もし何か、 事件が起きると、責任は間違いなく問われます。これは誰でもわかるはずなんですね。また、トランプは共和党ですので、共和党にも影響を与えることになります。とても不可解です。まだあるのは、副大統領に選挙人の結果を発表しないようにと相談をしました。もし最初から先導する気あるなら、 副大統領とは相談する必要はないと思います。直接戦闘すればいいです。戦闘というのは目的ですよね。ならですね。でも違います。ここでわかるのは、トランプは意図的に戦闘したというのはないと思います。ただ、みんなを集めて声を上げてもらおうと、国会にいるみんなに聞こえるように、国民の声、支持者の声を聞こえるようにしたいですね。 これが合理的だと思います。では、乱入はいつ起きたでしょうか動画を見ましたが、アンティファは確かに見えました。なぜかは、警察は一部の人は、一部の人をですね、入れました。でも、一部の人だけなんです。全部ではないんです。で、阻止するとところもあれば、一部の人間はですね、 え、尺を開けて入れました。まだ一名の警察はみんなを引導していたでしょうが、みんなを議会まで案内したと思います。これは意図的にやっていることだと思います。普通に考えると議会あるいは国会での警察は優秀な警察のはずなんです。このような行為はやはり考えられないですね。結果としては乱入はありました。 でも、投票の投計は、場所を変わって、投機をですね、し続けていました。これはまたおかしいですね。議員をですね、三人警察体制で守って、安全な場所に移動されました。このような事件があって、安心して、投計して、投議もして、討論する、心の余裕もないというふうに私は思います。 この状態で当日結果が発表されました。当然ですが、バイデンは勝利となりました。あと、10日、あるいは当,当日でしたが、えー、当時でしたが、12日間でしたが、バイデンは就任しますと、就任します。トランプは引退となりますが、トランプはこの間にはもうできることはないはずなんです。でもこれでもですね、断崖します。 これはみんな思っているというふうに思いますがおかしいと共和党を崩壊させるためなんですねそうすると共和党っていうのはトランプと線を引くことになりますこれが目的だと私は思いますつまり共和党はこれから党としては 不利の状態になります。共和党にはにーはマコーネルとはあのリーダー的な存在ではありますが、奥さんは中国の、えー、イレンチャオですが、もう辞任しました、えー。選挙人の選挙で共和党は負けました。トランプの段階があるのでトランプを守ることはできないんです。トランプと縁を切るというのは、えー、多分共和党としてはやっていくというふうに私は理解して。 という,ふうに理解してありますこれから見えるのは民主党は強くなっていきます。上院、下院、ホワイトハウスをコントロールすることになります。そうすると最高裁判所の裁判官も民主党が自分の都合に良い人を入れることができます。これが一つの目的です。もう一つの目的はとても良くないです。トランプは大統領ですね。 どんなことがあっても実は大丈夫です。自分を、えー、釈明することはできます。 もう一つの目的はとても良くないです。トランプは大統領です。どんなことがあっても実は大丈夫です。自分を赦免することができます。つまりセルフ赦免です。これは大統領の権利でもありますので使います。でも良くないです。 このセルフ社名っていうのはみんなに自分が犯人ですよというふうに言っているのと同じなんです。これは難しいです。でもトランプはこれをやらないと責められます。これは非常に難しい選択ですね。顔もありますので難しいです。これはトランプの顔あるいは尊厳をですね、まあ、態度を出,出なくても 男としての尊厳を最後まで潰すような行為なんですね。これをやってもいいんですが、トランプの支持者にはかなりのショックを受けます。バイデンになると、ソーシャルメディアの制限はないと思います。民主党の国防予算法案ですが、9000億ドルでした。これはびっくりですね。これの使い方には気になりますが、みんなに配るでしょう。 ソーシャルメディア、ネット企業への230修正法案は改正しないと思います。トランプと違いますので、つまり Twitter は嬉しいですね。Google も同じです。YouTube も同じです。Facebook も同じです。まだウォール街ですね。私はどうしてですね、これを言いたいかというと、中居のニュースを見て分かってきました。違います。完全にやっていますね。これは。 ここで少し入れますが、中居にすれば良い知らせがあります。中居の通信企業の制裁ですね、解除されます。これは中居は嬉しいですね。ペロシはトランプに核兵器を発射する、許可をするゴールドコードを出しなさいと言いましたが、これは言い過ぎなんですよ。私はちょっとニュースはあのだいぶ見てないですけれども、これを見てまだびっくりしましたね。 そのゴールドコードっていうのは、核兵器を発射、許可をするっていうのは、別にすごいものではないんですね。昔なんですが、これは冷戦の時代の文化なんですね。今はもうほぼ機能しないんですね。 あまり意味ないというふうに思いますが、ただの,えあのスーツケースに、えー、そういった文章が入っているので、その核兵器を発射するときにですね、大統領がその、えー、核兵器の発射する人間にですね、このコードを教えます。 そのコードを教えることによって核兵器の発射はできます。ただし実際的にはこの核兵器の起動するまですごい長い工程がありますのでトランプ大統領はそのボックスを開けてスーツケースを開けてですねボタン一つで起動するというのはありえないんですよ。 これはちょっと言い過ぎですよね。ペロシの発言を見てですね、彼女は何をしたいっていうのはですね、トランプは危険な人物ですよというふうにみんなに見せたいんです。これはまた驚きました。ちょっと、うーん、嫌ですね。理由としてはですね、トランプの精神状態は不安定ですと。これはひどいですね。結論から言いますと、アメリカはこれから大変です。 多分、今までと違う時代になりますね。今までになかったことですので、私も何とも言えませんが、ただしですね、中共には嬉しいです。中共は、私も前の動画でも言いましたが、あの、バイデンは中共と仲いいんですよ。で、バイデンの息子さんもね、中共とえ上海では、えー、金業を持っていますので、商売をされています。そして、習総書記も、えー、個人の付き合いは バイデンはですね、州組織と個人の付き合いはとても深いです。で、大統領の選挙ではありますが、コメントでの返事は少しずつさせていただきましたけれども、ありました。それはあの前の動画でも言いましたけれども、ありました。ただしですね、それもアメリカの文化ではあるでしょうが、何とも言えないですね。あの、説明されているのは、やはり不正ではなくて、ミス。 という,ふうに説明されてあります。そのミスという解釈というふうに、うん、なかなかしにくいですね、理解できないですね。なぜかというと、私も以前言いましたけれども、例えば、あの試験、テストをします。で、そういう不法な行為、不正な行為しました。やはり行為したか、しないかというふうになってきます。どこをね、あのやったかとか。 やはりダメですよね。要するに不正はあるかないかの話ですね。で、アメリカの解釈としては、不正はありますえ。でもそれは不正ではないです。ミスです。その言い方はね、私も前の動画でも言いましたが、これは理解できないです。正直私はもう理解できないですね。うん、中国は、私はですね、次はですね、うん、これからなんですけれども、えー、中国の アメリカのとの関係ですね。アメリカ、中国はですね、アメリカとの内緒の付き合い、きっとありますので、それをあの皆様に報告していきたいというふうに思います、えー。これからバイデンになりますが、バイデンになって、中国に対しての、まあ、制度、大体わかりますけれども、大体わかります。次は、バイデンが大統領になって、 中共と深い付き合いはあります。あのどう考えてもですね、日本には不利というふうに思います。有利なことはないというふうに思いますね。この状態ですと、うん、これからですね、私は中国とアメリカの村での放送をしていきたいというふうに思います。 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。